これと、あ、どれかな、右下、これ違いました。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速、お、ちょっと聞いてもらえますか。ほいほい、子供の成長か。あ、実は私誕生か。赤ちゃんが生まれました。ふんふんふん、男の子と女の子どっちだったら嬉しい。なんかすごいママって感じの格好じゃない？どっちも嬉しい。女の子でした。うんうん、なんかすごい優しそうな顔、いいね、イメージ通り。どんな子に育ってほしいですか？自然に任せましょう。二人で名前も考えたのですが、私のニノと夫の和心から取って和心にしようと思います。和心ちゃん、いいんじゃないでしょうか。温かく見守ってやってください。はい、ミステリーとニノの間に和心が生まれました。次は何だい？ちょっと来てもらえますか。ほいほい。ボモックが一人前に成長しました。わ、目の下の色が違う。この子の成長のために旅に出すか、マンションに一人暮らしさせようと思います。あれよね、ちっちゃい時は黄色かったよね。でもそれは多分、まだ色素が薄い段階やけんかなって言ったけど、真っ黒になったね。父さんみたいに赤でもないんや。一人暮らしさせよう。はい、そうですよね。うんうん、それがいいと思っていました。トモックをアイナ島の住人として正式に登録します。 OK。 OK。 今日からお世話になります。よろしくお願いします。友方家族も今後ともよろしくお願いします。こちらこそ。記念にこれももらってください。そしてここは割愛します。あっという間に。はい、それじゃあマンション見てこう。よし、それじゃあ遊びたいあゆゆんさん入ります。遊びましょう遊びましょう遊びましょう。対戦絵合わせ、2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。揃った時はもう一度めくれます。たくさん揃えた人の勝ち。はい、スタート。どちらがいいですか？先行で。あゆなのそっくりさんの番です。シュークリームです。シュークリーム。ティラミスです。ティラミス。うん、これ困ったぞ。ライチちゃん、それは誰だ？アユナのそっくりさんの番です。はい、クマちゃんです。クマちゃん大事です。あ、隣じゃない？これはチャンスだぞ。ほら、やった。いやー、うん、これと、あ、どれかな？右下、これ。違いました。アユナのそっくりさんの番です。こっちこっち。当たり。イエーイ。アユナのそっシュークリームです。シュークリーム。当たり。お、これはもう全部いける。グレッツェルです。いや、わからん。ここか。リロウです。リロウくんね。これやめてー。あ、もう行かれるわ。こんだら買ってしまいました。マジで。これこれ、ちょっと期待させんなって。これくそくそ、負けたわ。残念でしたね。また遊んでください。ぜひぜひとも。お宝ティッシュをもらいました。ありがとう。公園でシャボン玉遊びもしていたら、きれいねって人が集まってきました。シャボン玉、なんか最近ダイソーとかでさ、めっちゃ巨大なやつ売ってない？あれ水鉄砲か。いや、でもシャボン玉もでかいやつ売りよりよね。まあ、でかいって言っても水鉄砲ほどでかくはないけど、なんか自動で出るやつ。
なんか前にカメラみたいな形のやつ見たんやけどさ、あれめっちゃ可愛かった。シャッターのとこポチって押したら、あのシャボン玉が出るやつ、ブワーってレンズの部分から。なんかめっちゃ友達マーク増えたんやけど、何喧嘩一気に。台湾さん入ります。1ヶ月も来てくれないなんてひどいです。え、そんなに来てなかったっけ。セガキングと喧嘩しました。あら、腹が立ちます。子さんのお二人が仲直りしてください。このイライラも沈めてください。いまだにあれか、大好物系出てないんだな。ガトーショコラとかどうでしょう。はい、どうぞ。結構美味しかった。よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。さあ、仲直りできるか。この間はごめんなさい。どうすか、仲直りしてあげて。こちらこそごめんなさい。あ、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、お礼にこれもあげます。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。私は第一の夫なんですよね。今でも信じられません。もう結構経つけどねめちゃくちゃ経つけどね。まあでもいつまでも新婚さん気分ぐらいでおれるってことやろ。いいやん、めっちゃ怒ってるな、石井さん。腹が立つことがありました。どうしたどうした。ヨガと喧嘩しました。腹が立ちます。仲直りしてください。このイライラも沈めてください。ビーフシチューだ。ビーフシチューで踊ってください。ビー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 フシチュー、はい、どうぞ。いただきます。はいはい。いいね。大好物だったようです。気分が落ち着きました。よき。仲直りしてこようと思います。ジョタ君、こんなチャラチャラした格好やったっけこの間はごめんなさい。仲直りして。こちらこそごめんなさい。あ、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。実用品、大人スプレーをもらいました。ありがとう。ミカといると日常のすべてが輝いて見えます。めっちゃいいやんそういう風に言ってもらえるのめっちゃ嬉しいんじゃない。ミカちゃんも。はい、そして、お、もう友達マークはないか。二組やね。はい、初雪さん、一緒に遊んでくれますか。なんか夏の時期の小学生って感じ。はい、遊びましょう遊びましょう。超アップクイズ、一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。第1問、ででん、卵焼き。答えは卵焼きでした。イエーイ。超アップクイズ第2問。第2問、これは何でしょう。ショートケーキだろう、きっと。ショートケーキでした。イエーイ。
ショーアップクリーム最終問題。最終問題。これは何でしょう。なんだ。スノードーム。答えは。か。スノードームでした。よしよし。全問正解。おめでとうございます。一つだけあげます。どれか選んでください。うんうん。一番大きいので。お宝風鈴をもらいました。ありがとう。部屋に猫が来たから。床に猫毛がたくさん落ちてます。猫毛。実際に猫毛って言うんかな、猫の毛って言うけどな。サザエのつぼ焼き、どうぞ。いただきます。はいはい。どうすか。あんまり美味しくなかった。マジか。サザエのつぼ焼き美味しいけどな。若干の苦味はまああるけど、もうそこはね、そういうものとしてしょうがないよね。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてってくださいまし。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。のはなんだなんだ。ちょっとすみません。はいはい。どうしても孫の名が悲やんでくれないのですが、名付けてくれませんか。子守を引き受けましょう。ありがとうございます。孫のアユナのそっくりさんだよ。さあ泣き止みな。おお、いい感じなのでは。お、いいねいいね。あ、おー、いいよいいよ。さあ早く今のうちにミルクをあげるんだ。どうだ。あ、そろそろミルクの時間ですね。よしよし。マコノの機嫌も随分良くなりました。うんうん。アユナのそっくりさん、ありがとうございました。いえいえ。お礼にこれをあげます。実用品扇風機をもらいました。ありがとう。ふう、いい子に育てよ。お、しりとり大会が開催中や。食べ物しりとり。おお。おお。大の池作り。リンゴ飴。目。目玉焼き。き。キウイ。お、いいねいいね、続くね。イチボ。ご？ご飯。ああ、んだよ。ん、がついてるよ。でもちょっと今考えよったよ。んから始まるものは。はい、そして夜市や。お客さん、運試ししてみない？しましょうしましょう。いらっしゃい。福袋を買ってあげますか。5,000円毎度あり。買いましょう。一つ目の中身は食べ物、ココナッツが入っていました。二つ目の中身はだいぶでかくない。一つ目、帽子、うさぎの被り物が入っていました。お、色味めっちゃ好き。被り物はちょっとあれやけど。三つ目の中身はお宝、高そうな壺が入っていました。誰のリアクションやねん。おお。はい、それじゃあ、ウィーニュース見てこう。こんばんは。こんばんは。ニュースをお伝えします。お願いします。本日、ペットさんが誕生日を迎えました。お、あゆなしのホテルで開かれた、ペットくん誕生日やって。ペットくんはあれやんね。うちの島で生まれた子やんね。ハッピーバースデー、ツーユー。ハッピーバースデーツーユー。ハッピーバースデーディアペット。ハッピーバースデーツーユー。
おめでとう。おめでとう。おめでとう。ありがとう。ふぅ。マシノミに聞きました。ペットさんにとって素敵な一年になりますように。おめでとうございます。はい。次のミニュース。冷静。小林がお伝えしました。ありがとう。最近誕生日が多いっすね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、いいっすね。いっぱい子供も生まれて、誕生日の人もいっぱいいて、いや、でも連日みんな大変だな。なんか出費多そう。